速物にしてますけれども、はいはい、あのねメッセージもたくさんいただいてます。お年玉、あの年賀状当たります。お年玉で、はい、お金はあげません、ね、はい、年賀状が当たります。ファックスボーイズのお二人お願いします。はい、じゃペンネームサンクスさん、ありがとうございます。ペペ、とりあえずちくわに謝れ。ちょっと謝って、すいません、真摯に謝って、すいません。美味しかったんだもんね。美味しかったです。ただちょっとこうパニックになったっていうか、うんうん、納豆と急に納豆が入ってるから焦っちゃったんだよね、うん、美味しいです、すいませんでした、うん、ありがとうございます。すいませんでした、はい、本当に、はい、さあそして、はい、もう一つ、ペンネーム春潮の父さんからです。ありがとうございます。明けましておめでとうございます。おめでとうございます。年明け早々苦言差し上げます。ゴリケンさん、いただきますか。車の中で髪を触る癖どうにかなりませんか。若い女子が髪をくねくね触るのと同様、とても目障りです。よろしくお願いします。あのまあまあリアルな角度のやつが来ましたけどね。そうですね、うん、いや本当にでも一族の呪いでこの髪型してるんですよ。だってみんなこの髪型したくないじゃないですか。こだわり、なん、どういうことや、俺美容室行きよんぞ。いや今田美桜ちゃんと一緒のやつってことでしょ。今田美桜ちゃんが着こたところの美容室行きよんぞ、お前。髪なんでこうやって触っちゃうの。わかんない、なんかこう手持ちぶたさ、ぶさたぶさたぶさたね、もう気をつけます。もう気をつけます。申し訳ございました。いただきました、うん、はい、ということで、あとね、うんうん、皆さんこれスタジオの皆さん、なんかちょっとなんか匂いしますよね。なんか変な匂いずっとしてんだよ。なんだろう、なんですかこの香りは。まあ、これ生放送でもちょこちょこ言ってたんですけど、はいはい、このね生放送中に番組のプロデューサー生駒さんがですね、うん、毎年鍋作ってるんですよ。まさかで今回ちょっとこの鍋を裏じゃない表に出したいということで、なんだよそれ。ちょっとね生駒さん用意してくれてるんで、ちょっと今食べてみましょうみんなで。すごい、はい、来た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 。明けましておめでとうございます。これ、ね、あの生駒さんももはや今制作部長ですからね。部長なんですよ。鍋制作しちゃってるからね。あの今日いつも生放送に関しては鍋だけ作りに来てるますからね。そう違うんですよ。これはこだわりがある鍋なんですよね、生駒さん。はい、そうですね、毎年作ってる。そうですよね、簡単で美味しい鍋です。これだから僕ら毎年生放送終わりでいただいてるんですよ、これを。これ開けますか。じゃあ開けますか。じゃあ生駒さんどんな感じかちょっと見せていただいていいですか、うん、カメラはどっちから撮るのかな。あ、これですか、ね、はい、はい、じゃあせーの、きた、まあ、鍋。本当ビッグスが何でもこれがね、皆さんこんな色味のない鍋見たことありますか。これが確かにね、これね、これもあのさっき東神町ぐらいまでこう匂いしてましたよ、なんか。少なくともあの会社の5階は、うん、ここ4階なんですけど、はい、ずっとこの匂いしてます。怒られるよ、本当に。今日人いないんで、じゃあちょっといつも通りね、いただきましょう、ね、あれなんで、はい、じゃあいただきます。じゃあ2人も、はい、これちゃんこですかね。ちゃんこ鍋みたいな、はい、まあ白菜の鍋ですね、うん、はい、まあ、うん、本当に本当にいい意味で普通ですよね。はい、本当に。でもいつも言ってるんですけど、はい、味が薄いと思うんですよ。いや、これ塩と唐辛子だけで白菜の旨味を味わっていただく、ま、鍋なんですよ。なので、はい、味付けはシンプルです。いやマジビッグスが薄い、薄い、店だったら怒るレベルで薄い。だからあのそういう時はお好みで塩と一味を。あのポン酢ないですか。ポン酢はポン酢とかやってないですよ。去年あったじゃないですか。あ、いやあれは去年誰か間違って買ってきただけ。いや、あのポン酢全部なくなるほどの人気だったんですよ。本当にマジでポン酢がないと、ポン酢がないと弱いですよ。なんでポン酢をなくしたんですか。ポン酢かけられるのが不本意なんだけど、そうそうそう、去年ポン酢が福岡から消えたんよ。全部ね、全部ね、ポン酢かけて。僕ら毎年食べてますけど、はい、2人初めてです。あ、そうです。お二人どうですか、味。あの優しい味です。優しいんですよ、すごく優しい味。熱ある時でいいんですよ、これ。本当にあの本や白菜の本来の甘みが。こんなに喋れない時ないでしょ。すごく。そこの方に塩と唐辛子溜まってる方。これ、ま、混ぜるんですか。これポン酢入れたら最高なんだけどな。なんでポン酢食べちゃったんだ。絶対塩の方が美味しいんです。そうなんですか。はい、いや味がちょっとね。いやもうあの固くなり塩ばっか押してくんだよね、うん、美味しいですよ、うん、はい、美味しいですけどね、うん、なんか言いようがないっていうか、うん、あれおかしいな、7年もう結構もう7年ぐらい作ってるんですよ。いや多分みんな言えなかったんですよ。言えなくそうっす、プロデューサーなんて言えなみんな味が欲しいなって言ってましたね。だってポン酢があんだけ去年売れたってことは味が薄いんすよ。いやもうあの生駒さん来年もキムチ鍋でしょ。
わかりました。いいキムチ屋知ってますよ。そうですか。じゃあ来年から、はい、来年はじゃあキムチ屋さん、はい、これひなぐフェスでは出さないですか。絶対出しません。厳しいな。いやいやいや。じゃあまあ後でまたいただきましょうね。さあ、はい、ここで DVD の予約枚数どうなんやろか。さっきが744、744くらいかな。じゃあ森さん、はい、お願いします。いきます。せーの、ドン。お願い。いいじゃん、割って。これずるくないっすか。ずるいよ、それずるいよ。ほんでまた5000円しないとこが弱気だね。いや、まあまあまあ、高みようと、高みようと。だって、いつも2000万いかないっすよね。これはちょっと待ってよ。じゃあ、4000まで頑張りますか。4000まで頑張りましょう、はい、4、そうね、あとちょっとだね。あとちょっとやけど。うわ、マジ、ちょっと人気出てきたな。いや、まじゃあ、じゃあ、じゃあレンジローバー買えるかもしれない。会社ね、うん、いやでもすごい。いや、テンション上がった。目標は4000枚ね、うん、ちょっともうそれ、この鍋、これはけろ。プロデューサー作ってきた。ありがとうございます。もうちょい頑張りたい。よろしくお願いします。オリパラ見聞録 DVD ボリューム9、3月2日発売決定。海外旅第2弾は満天の星空を求めてモンゴルへ。ただいまセブンネットで絶賛予約受付中。ぜひに。スーパーゴリパラ通信。さあ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 、どうもどうもどうも、斉藤でございます。毎年何かが起きるスーパーゴリパラ通信、はい、まあ、お知らせをするんですけども、うん、まずですね、こちら見ていただきたいと思います。こちらです、ドン。まだまだあります、 DVD 特典。もう今過去ないぐらいのスピードで DVD が入っておりますが、4000になっちゃったんだね。ちょっと悩んでるという方、はい、背中を押したいと思います。それがですね、こちらです。特典ドン、ゴリパラ特製ハリパス。ハリパスっていうのはですね、まあ、あのコンサートとかで関係者とかが使っ貼ってるですね、うん、はい、パス、キッズであることを証明するキッズパス、はい、というやつなんですけども、はい、続いてですね、これ見逃しにこう、まあ、貼ってるあれですけども、通称ハリパスなんですが、はい、こちら種類がございます。こちらです、ドン、うん、全7種類。あら、うん、これですね、DVD によって色が違うんですね。入ってる色が違うんで、うん、まあ、何枚かかったら何種類か揃うということでございます。いや、斉藤さん、あのいっぱい買わせようとするやり方。いやいや、そういうただ言ってる、真実を言ってるだけ。色には何か意味があるんですか。意味があるんです、うん、パチンコの保留玉を表しておりますね。ごめんなさい、白保留、青保留、はい、黄色保留、緑保留、はい、こっから激アツだ。赤保留に金保留に、はい、一番激アツはこちら、ドン、キリン柄だ。これ熱いってことですか。熱いってことです。でもパチンコ関係ないですよね、はい、これは激アツでパーセンテージがですね、うん、いつもあのキラキラシール、はい、レアとか言いながらそんなレアじゃなかったじゃないですか、はい、今回なんともうね、0.1% です。 0.1% しか、ないです。じゃあ1000枚に1枚っていうことですか。1000枚に1枚、剣道8段の合格率と一緒だよ。何ですかそれ。剣道八段に、剣道八段の合格率と一緒。一番難しい。一番だからこれを持ってると、まあ、あのこのキリン柄が当たると、特典が何かあるんですか。名誉です。名誉。名誉。これ持ってんのみたいな。でもこれ一応あのひなぐのイベントとかはもちろんパス。もちろん貼ってきていただいたりとか、ね、まあ、あのカバンに貼ったりとか、はい、ちょっとこうコーティングしたりとかですね、はい、やっていただくと、うん、まあ、枚数を買えば。これが入ってるかもしれませんよというお話をしてるだけでございます。テレビショッピングになりました。違います。まあでも欲しいよね、これ、はい、まあこれもありますけども、はいはいはい、まだまだお知らせございます。これすごいですよ。こちらです、ドン、ついに出たゴリパラ YouTube 公式チャンネル。ゴリパラがなんとチャンネルを持ちます。お、あの YouTube はなんだって言ってましたよね。
言ってません。言ってたよ。YouTube の時代ですよ。いやいや、ちょっと話が違うよ。いろんなね、文言。要はでも何をするかというと、うん、どんな内容になるか、それこちらです。ドン。過去の作品を随時アップしていく。最近見始めたけど昔の見たいなとか、はい、まあ、ずっと録画してる人はいいけど、うん、昔のやつ見たいという方、やっぱりキッズのために我々生きております、旅をしておりますということで、こちらですね、ドン。1月1日今日からですね、随時アップしていきます、うん、もうじゃあアップされてるってこと？アップ実はもうしてるんです。チャンネル登録、チャンネルもう出来上がっておりまして、1月1日からこう定期的に2日目にこれをやってとか順番にこうアップしていくんですが、見てください、以降見てとか。どういうことよ、これ。どういうこと？立ち上げたのに。はい、それはですね、なんとあまりに芳しくないっていう時はこちら、撤退だ。というのも YouTube を上げるっていうのもなんかいろいろ音関係とかでちょっと編集しなきゃいけないと、はい、で、あまりに人気ないんだったらもう TNC さんももうそこに割く予算がないと。いや頼むよ。じゃあ登録数が増えたら、まあ、だからチャンネル登録数が増えたりとか、うん、視聴者数が増えたらこれから今までの旅がどん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 アップされていくという。なるほど。だからカッコ仮がついてる。カッコ仮が、だからカッコ仮が外れるかチャンネルが継続するか、それを握ってるのはテレビの前のあなたたちです。聞いたことある。聞いたことある。別の曲じゃないですか、それは。たまに登録のやつでしょ。たまに入れるやつや。久々聞いたけど。ということで、今 YouTube チャンネルすでに開設されて、ゴリパラの見聞録のホームページにリンク貼ってますので、とにかくチャンネル登録、ね、なるほど、チャンネル登録、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします、はい、以上、スーパーゴリパラ通信でした。ここでね、またさらなる大発表。とんでもない発表ですよ。これがね、なんだったらもうここがちょっとデカさで言ったら結構デカめのボムですね。一番デカいと思いますけれども、はい、その大発表、まずはこちらをご覧ください。12月某日、博多駅に現れたのはこの男。おなじみゴリパラ見聞録チーフプロデューサー、生駒輝正。生駒は記念すべきゴリパラ10周年イベントにふさわしい会場を探し求めて水面下で交渉を続けており、会場がようやく決まったということで、その場所へ案内してもらった。果たして生駒はどんな会場を選んだのか。10周年のイベントを開催するのはこちらです。ゴリパラ見聞録10周年イベントの会場は福岡国際センター。延べ床面積5000平方メートル超え、驚愕のキャパシティはなんと5000席超。ゴリパラ史上最大級のアニバーサリーイベント。さあキッズたちよ、10年の奇跡と奇跡をしかとその目に焼き付けろ。やること極端にでかいじゃないですか。ローカルで、はい、初めてじゃないですか。いや、キャパ5000人ですからね。今まで僕ら2000人ちょっとがマックスでしたけど、倍、はい、大丈夫ですか、生駒さん。今回思い切って抑えてみました、うん、本当ですか、はい、5000人ということはそれだけお金もかかるんで、うん、これがもう全国のキッズ、福岡だけだと多分もう埋まらないんで、はい、全国の方がもう来ていただかないと、うんうん、多分綺麗に番組終わると思います。いや、マジ存続かけてるぐらいの勢いですよ、本当に。結構勝負かけてます。ですよね、はい、マジで入んなかったらやばいっすよね。そうですね、なので本当に皆さんに協力していただいて、はい、盛り上げていただかないとちょっとなかなかな会場だと思う。そうです。いや、もう10周年なんでも思い切ってやったっていうことですね。そうですね、はい、生駒さんがここがいいって言って、はい、やっぱ九州の武道館っておっしゃったんですね。そうですね、まさに、まあ、特に福岡の人間にとっては、うんうんうん、大きなコンサートある、うん、玉龍旗もね、はい、玉龍旗もあれやってました、うんうんうん、はい、そうそうだ、ちょっと、ね、今違うとこ言ってましたけど、はい、でもこれ10周年で、国際センター、はい、テーマの方がもう決まっているということで、ゴリさんお願いします。テーマはこちらです。ドリーム。そうです。ということで、ちょっと皆さんもうちょっとリアクションしないとリアクションしないと、これはゴリパラ見聞録
スとしての夢、うん、そしてキッズの夢も叶えたいという思いも込めまして、うん、今回ドリーム、夢がテーマということでテーマになってます。そしてこのゴリパラドリーム、はい、開催日時の方は堀さん、はい、うん、こちらでございます。と2021年2月11日祝日でございます。ほら、みんな拍手してる。まだちょっと先なんですけど、まあ、来年のこの番組が終わってから、まあ10周年ということで、はい、まあ、いろいろ会場東京っていうアイデアも出たんですけど、はいはい、まあ、みんなスタッフ一同やっぱ、うん、福岡で生まれた番組だから、はい、福岡全国の方に福岡に来てもらおうということになって、5000で日にちがあるんでね、はい、これ皆さんシフト開けやすいようにちょっと先にしてます。そうです、来年なの。来年なんで、これ皆さん間違えないですよ。来年です。これがもうフィニッシュですね、10周年イベント。まあ、あとでっかい箱はこんぐらい先に押さないと開かないっていうのもあるんです。ですから来年も1年後ですから、もう休みは取りやすくなっておりますね。そうです、皆さんはだからよりゴリペラが好きな友達を作っていただくという期間に当てていただきたいなと思います。よう喋るな、上手に言えた。よう喋るな、おい。ぜひぜひ皆さん国際センターよろしくお願いいたします。待ってます。ゴリパラ見聞録 DVD ボリューム9、 3月2日発売決定。海外旅第2弾は満天の星空を求めてモンゴルへ。ただいまセブンネットで絶賛予約受付中、ぜひに。いらっしゃい。さあ、DVD が今予約受付中なんですけども、ボリューム9、今まで1枚目から8枚目持ってないという方のためにですね、1枚目から8枚目のセット、はい、そして1枚目から9巻全部セット、うん、販売も行っておりまして、セット DVD 買ってくれた人、この旅守りっていうのがね、つきます。ゴリパラこれはセットの方ですね、はい、これね、押すとね、声が出てくるんですけどね、止め放題だぜ。聞こえた？止め放題だぜ。オンエアではペペロンチーノ。ペペロンチーノ。天気、これは欲しくなっちゃうな。欲しいに決まってんじゃん。ちょっと落ち込んだ時とかこれ聞くと、まあ、皆さん持ってる方あれなんですけど、この際集めようかなっていう人はこれおまけでついてきますんで、はい、皆さんグッドショッピング。よろしくお願いします。ショッピング。ゴリパラ見聞録 DVD ボリューム9、 3月2日発売決定。海外旅第2弾は満天の星空を求めてモンゴルへ。ただいまセブンネットで絶賛予約受付中、ぜひに。エンディング。エンディングです。エンディングでございます。エンディングでございます。皆さん長い時間ありがとうございました。お二人も初ボールのお二人もありがとうございました。ありがとうございました。いや、どうでしたか。いや、もう2020年は素晴らしい幕開けになりました。最高です。よかったです。本当にこの楽しさやっぱ参院にももっと広めたいなと。いや、関東キッズもよろしくお願いします。ぜひぜひよろしくお願いします。さあ、ここでちょっと待ってください。枚数変更になって4000人いってたら、そうです、 DVD の予約枚数4000枚突破していれば、いってるかな。じゃあペペ、いや、いってるかな。大丈夫だろ。いってなかったら来年まで持ち越しです。はい、わかりました。発表は何回目ですか。今いいですね。2回目2回目でいいですか。いいんですね。いいんですね。じゃあ堀さん、はい、発表します。まずこっちが先よね。そうだよ、まだいってるかわからんもん。はい、せーの、ドン。逆逆逆1億枚ぐらい売れちゃうから。そこまで売れたらいいけど。でもハードキッズで買っても自信作ですからね、今回。そうです、今回の面白いと思いますんで。そうなんだ。お二人も前にぜひぜひぜひ。いや、本当に。このゴリパラ DVD、はい、ボリューム9でございますが、はい、もう予約絶賛受付中なんで、はい、セブンネット渡辺商店でぜひ検索してください。よろしくお願いいたします。まあ、YouTube 始まります。基本はオンエアでね、はい、我々は頑張って旅をするという、オンエアを見ていただくということでございますね、はい、ということで2010年も、はい、いろいろとイベントございますし、あるしね、ぜひ
皆さん、あのイベントも遊びに来ていただきたい。本当にキッズの皆さんのお力が必要な年になってきますんで、はい、ご協力よろしくお願いします。本当にお願いします、ね、お願いします。でお二人もわざわざすいませんね、はい、いこんな家にとんでもないです。こちらこそありがとうございます。サインとカントどっちが強いか見せつけます。見せつけます。ぜひ見せつけます。あのこの後さっき食べた鍋がございます。あれまたまたということで、いやいや忘れないから、また会おうぜ。サックス。オリパラ見聞録 DVD ボリューム9、 3月2日発売決定。海外旅第2弾は満天の星空を求めてモンゴルへ。ただいまセブンネットで絶賛予約受付中。ぜひに。